鏡を覗き込むヒヒミラーテスト、マークテスト、または共造自己認知テストとは、1970年に心理学者のゴードン・ギャラップ・ジュニアが開発した動物の行動研究であり、人間以外の動物が視覚的な自己認知の能力を持っているかどうかを確かめるための手段として用いられている。ミラーテストは自己認識の有無を確かめる手法としては、長い歴史を持っているが、 その妥当性については意見が分かれている。古典的なミラーテストでは研究の対象となる動物に麻酔をかけ通常自分では見ることのできない体の部位に塗料やステッカーなどのマークをつける。その後動物が意識を回復すると鏡を見られる環境に移される。もしその動物がマークに触れたり調べるなどすればその動物は鏡に映った像を 自分以外の動物ではなく、自分自身であると受け取った証拠であるとみなされる。ミラーテストで成功した動物はごく一部の種に限られている。2016年の時点で人間を含めた大型類人猿、アジアゾウ、イルカ、シャチ、カササギがミラーテストで成功している。複数種のサル、ジャイアントパンダ、アシカ、犬など、 様々な種の動物がミラーテストで失敗したことが報告されている。2019年2月には大阪市立大学が巨類のンソメ分けベラで成功したと発表した。ミラーテストの発祥についてはチャールズ・ダーウィンと動物園のオランウータンの逸話にまで遡ることができる。1838年、ダーウィンがロンドン動物園を訪れてジェニーという名のオランウータンを観察した。 その時、このオランウータンは飼育員にリンゴでからかわれて感触を起こしていた。この出来事はダーウィンにオランウータンの主観的経験について考えさせるきっかけになった。また、ダーウィンはジェニーが鏡を見つめる姿をも観察し、ジェニーは鏡に映る自分の姿は自分自身であると認知しているかもしれないと述べている。 1970年、ギャラップは、思春期前にあたる、野生のチンパンジーのオス2頭とメス2頭を用いて、自己認知の可能性についての実験的調査を行った。4頭のすべてが、それまで鏡を見たことがないと推定された。チンパンジーは個別に1頭ずつ2日間部屋に入れられた。次に、全身を映せる大きさの鏡が、合計80時間部屋の中に置かれ、 定期的に距離が縮められていった。チンパンジーに鏡を見せると様々な振る舞いが観察された。最初はチンパンジーは自身の像に対して威嚇的な身振りを示した。おそらく胸像を驚異的な存在として受け取ったからであろう。最終的には鏡がない時には観察されなかった歌詞のグルーミングを行ったり、花をついたり、顔をしかめたり、 自身の像にシャボン玉を吹きかけたりするというように、胸像を利用する形で、自身を対象にした反応行動をとった。ギャラップはさらに研究を推し進め、チンパンジーの外見に手を加えて、その胸像に対する反応を観察した。ギャラップはチンパンジーに麻酔をかけ、赤色のアルコール溶性の塗料を微球と、その反対側の耳の上半分に塗った。乾くと匂いもなく、 触ってもわからない塗料が用いられた。ギャラップはチンパンジーを鏡のない檻に戻し、意識の回復を待った。そして、チンパンジーが自発的に着色された箇所を触れる頻度が記録された。30分後、鏡が檻の中に入れられ、着色箇所が触れられる頻度が再び観察された。着色箇所に触れられる頻度は、鏡がない状態を位置として、 4から12増加した。チンパンジーが着色箇所を触った指を見つめたり、匂いを嗅いだりする行動も時折観察された。その他にも着色箇所に関係する行動として、振り返ったり体位を調節して着色箇所が鏡に映りやすくしたり、鏡を見ながら手足で触って調べるという行動が観察された。この古典のマークテストにおける重要な点としては、 触っても気づかない塗料を用いることである。それによって体制感覚に基づいてマークに注意が向くことを防止している。古典的ミラーテストの多くの実験において麻酔が使用されているのもこの理由のためである。一部の調査では触知可能なマークが使用されている。胸像が自分の姿であることを認知できると考えられている。動物は鏡に向かうと多くの場合。 次の四つの行動の段階を進む。ギャラップは追跡調査を行った。鏡を見たことのない二頭のチンパンジーに麻酔をかけ、マークをつけた。意識が回復するのを待ち、これらのチンパンジーの振る舞いが観察された。彼らは鏡を見せられる前も、鏡を見せられた後も、マークに起因する行動を取らなかった。百七十九年、マイケル,ルイスとジャンヌ・ブルックスガンが、 人間の母子を対象にして自己認知を調査するためルージュテストを行った。カササギはミラーテストで成功しているギャラップが考案した手法によるマークに起因する自発的な行動についての研究は非常に多く様々な種類の動物がこの調査の対象にされている。多くの動物はマークをつけられてその補強を見せられるとまず最初に 威嚇ディスプレイなどの社会的反応を示す。彼らは何度鏡を見せられても、威嚇的ディスプレイを取り続ける。マークに触れたり、マークを対象にした行動を取ったりすることができるのは、つまり、ミラーテストで成功するのは、限られた本の一部の種のみである。ミラーテストで得られた結果からは、必ずしも明確な判断をできるわけではない。 最も詳しく調査されているチンパンジーでさえ有力な証拠を得られているとはいえ、個々のテストすべてにおいて自己認知を示す証拠を得られているというわけではない。その能力の保有率は若い生態で75%程度であり、幼年の個体や老齢の個体はそれよりさらに低い数字になるだろうと考えられている。クジラメ霊長目調比目メディアを再生する。 ミラーテストにおけるカササギの反応の映像を。何度もマークを除去しようとする行動が見られる。カササギが研究される以前は、自己認知の能力は、脳の新皮質の中に存在していると考えられていた。しかし、蝶類は、脳の、その領域を描いている。蝶類と哺乳類の自己認知は修練進化の一、例かもしれない。それは、 同じような等ー圧によって類似の行動や形質を獲得することであるが、そこに至るまでの道筋は同じとは限らず、またその内部的な機構も異なるであろう。数多くの種類の動物がミラーテストの対象になった。古典的なミラーテストでは成功しなかった動物も鏡に関する何らかの行動を取ることがある。 霊長類ゴリラについての観察結果は半然としない。少なくとも4つの調査では、ゴリラはミラーテストで失敗したと報告されている。ゴリラは自己認知に必要な概念的能力を持っていない、唯一の大型類人縁であるかもしれないと言われている。肯定的結果を示す調査もあるが、それは人間との接触経験の多いゴリラをテストに用いており、また、 ゴリラを鏡に慣れさせたり、麻酔を使わないという改変を要するテストである。麻酔なしの手法であるが、ここというゴリラは何度もミラーテストで成功している。ゴリラにとって長時間のアイコンタクトは攻撃的ジェスチャーであり、彼らはその修正ゆえに意図的に共像とのアイコンタクトを避けるため、ミラーテストに失敗したのかもしれない。この点は人との交流が深くて、 他のゴリラとその振る舞いからある程度隔離されているようなゴリラがミラーテストでより成功しやすいことの説明になるだろう。2>, 2匹の飼育家のオニーとマキエは鏡の前で社会的行動を示さず何度も普段とは異なる反復的な動きを見せたり鏡に向けて基本を放ったりした。これは偶発的自己時の点検行動を示唆している。またこの2匹は 鏡の前で事故を対象にした鏡に映る自身の像に通常とは異なる振る舞いを示したため鏡に映った自身の姿を認知していたとされるしかし古典的なミラーテストは行われていないため断定はできてなくミラーテストを成功したかもしれない生物とされている大型類人縁以外の哺乳類はこれまでのところ一様にミラーテストで失敗しているしかしながら 三種類のテナガザルを用いたミラーテストでは自己認知の有力な証拠が得られている。ただし、テナガザルは標準的な形式のミラーテストでは失敗しているという事実はある。赤ゲザルはミラーテストで失敗している。しかし、彼らは鏡でなければ見えない箇所、例えば生殖器や頭部の体毛の埋没物などを詳しく見るために鏡を使った。これは少なくとも 部分的な自己認識なのではないかと推定されているが、異論もある。豚は鏡の視覚的情報を利用して餌を見つけることができる。また、豚は胸像を見て自己認知している証拠が得られている。ある実験では、8頭中7頭の豚が壁で隠れているが鏡に映っている餌入りのボールを発見することができた。残りの1頭は餌を求めて、 鏡の後ろを覗き込んだ。BBC Earth は驚異の動物シリーズでフードボールテストと形状に一致する穴を選ぶテストを放映した。ハトは強度の訓練を施した場合、改変を加えたミラーテストで成功することができることをバラススキナーが発見した。実験ではハトを訓練し鏡を覗き込み背後にあるレスポンスキーを見出して振り返って それをつけば、餌が得られることを覚えさせた。これはつまり、鳩は鏡を用いて環境から有用な情報を引き出す術を習得したということで、ある。次に、体毛の上に設置された点をつくと、餌が出てくるようにして、それを覚えさせた。二番目の訓練は、鏡のない状況で行われた。次に鳩に小型の胸当てをつけ、自分からはそれに遮られて、 下腹部に記された点を見えないようにした。比較のため、鏡のない状況に置いた場合、鳩が点をつくことはなかった。鏡が与えられると、鳩は活発になり、鏡を覗き込み、胸当ての下に位置する点をつこうとした。なお、訓練を受けていない鳩が、ミラーテストで成功することはなかった。オニート・マエは鏡を前にすると、反復的行為をとり、身を翻して、部を見せたり、 ヒレを動かしたりした。鏡の前で泡を出すという普段には見られないことをした。鏡像に対して社会的反応を示さなかったので胸像を別のお兄と負けであるとは認知していなかったと推定される。しかし、体表にマークをつける古典的ミラーテストは同種にはまだ行われていない。2012年、ロボットにミラーテストを成功させる初期段階の試みがなされた。 ミラーテストはいくつかの観点から批判されている。特に、その観察結果が偽陰性の可能性がある。視覚以外の感覚を主に用いる動物をミラーテストの対象にすることは、それほど意義のあることではないかもしれない。例えば、犬は主に嗅覚と聴覚を用いており、視覚は3番目の手段である。これが、ミラーテストで、犬が失敗する理由であると推定されている。 これを踏まえて、生物学者のマーク・ベッコフは、犬の尿を用いた、嗅覚基準の手法を考案し、犬類における、自己認知の調査に応用している。彼は、自分の犬でテストをしたが、結果は、はっきりしなかった。2016年、嗅覚自己認知テストと呼ばれる、新たな動物行動学的アプローチが提案され、自己認知を調査するための別個の方法が、注目されている。 ミラーテストについてのもう一つの懸念として、ある種の動物は自身の胸像を見ると、それを脅威的な動種とみなし、即座に攻撃的反応を出るということがある。そのような事情があるため、そのような動物にとって鏡に何が映っているかを冷静に考えることが難しくなっている。ゴリラや猿がミラーテストで失敗する理由はこのためであろうと推定されている。 ミラーテストにおいて動物にとってはマークは異常なものとは感じられないのかもしれず、またそれに触れようとする衝動をさほど感じないのかもしれない。これは自己認知をしていないことを意味するわけではない。例えば3頭のゾウに行われたミラーテストでは1頭のみが成功した。しかし失敗した2頭のゾウもまた自己認知を行っていたという解釈が可能な振る舞いを示していた。 像にとってマークは大きな意味を持たないので彼らはマークに触れなかったのだろうと研究者たちは述べている。同じような話として小型類人猿はあまり自分では毛づくろいを行わないのであるがこれは彼らがミラーテストにおいて頭部につけられたマークを触らなかった理由の説明になるだろう。最後に留意点として自己認知が 自己認識を意味するかの点については論争の的になっている。鏡を興味深く見つめる子供ルージュテストはミラーテストの一種であり人間の子供を対象に行われる。実験者は化粧用のルージュを使い被験者である子供に気づかれないように顔に点をつける。その子供は鏡の前に置かれどのような反応をするかが観察される。 子供の発達の段階によって様々な反応が見られる。ルージュテストは人間の子供における共造認知を観測するための有力な手段であるとされている。生後6ヶ月から12ヶ月の子供の場合、共造を仲の良い遊び相手であるとみなすのが普通である。生後12ヶ月で自尊心と恥が見られるようになり、生後14ヶ月から20ヶ月ではほとんどの子供が 回避的行動を示す。生後18ヶ月にして、ようやく半数の子供が胸像を自分自身であると認知し、生後20ヶ月から24ヶ月までには、それは65%に上昇する。子供が自分の鼻を触ったり、ルージュを拭い取ろうとするなど、マークに起因する行動を示すことがその根拠となる。共像認知と鏡などの反射物に慣れ親しんでいることとは、 無関係のようである。ルージュテストは社会文化的傾向の違いによって結果に差が出た場合もある。例えば、カメルのその18ヶ月から20ヶ月の幼児の自己認知の割合は非常に低く3.2%という結果であった。その調査は自己認知についての2つの強い予測因子を特定している。オブジェクトスティミュレーションと相互的 アイコンタクトの二つである。ルージュテストによって、自己の概念と物の,の永続性との間に強い関連性があることも示された。ルージュテストは、自己の概念の評価基準となる。鏡を見て、鼻に塗ってあるルージュに触れる子供は、自己認識を理解できる基礎的能力を持っていることを意味する。動物、幼い子供、生まれつき盲目で後に視力を回復した人たちは、 鏡を見て、それが他人であるかのように反応することがある。理論家たちは、幼少期におけるこの時期の重要性について注目してきた。例えば、精神分析学者、ジャック・ラカンは、ルージュテストに類似した手法を用いて、ミラーテストが成長段階のどこに位置するのかを求めた。現代の心理学の見解によると、事故は人間の動機、認知、情動、 社会的アイデンティティに関して重要な役割を果たしていると考えられている。ミラーテストの結果の解釈については論争の的になっており、ある調査において研究者はミラーテストを幼い子供の自己認識を観測する手段として用いることは何らかの問題があるのではないかと指摘している。ある子供が自己認知をできたとしても顔の汚れを取ろうとする動機が小さければ、 マークに触ったりする行動を見せないはずであり、そういう場合は誤った結論を出してしまうことになるだろうと、この調査は指摘している。そして、普通のルージュテストの結果と改変版のルージュテストの結果を比較した。古典的なルージュテストでは、まず最初に実験者が子供と遊び、少なくとも3回は子供が鏡を見たことを確認する。そして子供の右目の下に、 ルージュで点が描かれる。改変版のルージュテストでは、実験者は目の下部にルージュで点が描いてある人形を用意して、子供にそれをきれいにするように頼んだ。実験者が子供に人形をきれいにするように頼むのは3回までで、それ以後は実験者自身がそれをした。そして人形は片付けられ、ルージュで印を子供の顔につけ、ミラーテストが行われる。 このように改変することで自己認知を示す子供が増加するという結果につながった。この研究が発見した調査結果に基づくと古典的ミラーテストには問題があると指摘できる。問題点として、まずは子供がルージュの印を異常と認めて、それを調べるなり取り除こうとするだろうという前提を、 とっていることが挙げられる子供がルージュを認知することは必ずしもそれに触れることにはつながらないので古典的ミラーテストはに先生の結果を出していたかもしれない人形の顔をきれいにする手順を付加した改変版のミラーテストにおいて研究者たちは人形の顔を拭くことと子供が自分の顔を拭くことの間に強い関連性があることを見つけた 人形を用いた実演は子供に何をすべきかを示すことを狙いとしており、それによってより確実に自己認知の有無を確かめることができるだろう。より一般的なことを言えば、共存を認知することが自己認識を意味するかどうかについては結論は出ていない。そして、これの逆の形、つまり自己認識が共存認知を意味するという見解も正しいとは限らない。 というのは自己認識しているかもしれないが、ミラーテストでは肯定的結果が出ないという場合もあり得るからである。ありがとうございます。